はい、えっちゃんねんのえっちゃんです。皆さんお疲れ様でございます。今日はですね、お肉ですね、牛丼のですね、吉野家の牛丼の肉ダク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 丼を作りたいと思います。一応ね、レシピはね、ある程度、把握をしてですね、今回はスムーズに料理をしていきたいと思います。まずはね、フライパンに白ワインを入れていきます。ただ白ワインがないので、今回はですね、料理酒を使っていきたいと思います。今回は肉がね、 600g ぐらいあるので、これを6杯いきます。アルコール臭が消えるぐらい、まあ十数秒ぐらいですね。でその後に玉ねぎを入れていきます。中火で5分間煮る形ですね。でこれを入れて5分間煮るみたいですね。5分お待ちいただく形となりますね。でここから皆さん雑談タイムです。今回器はね、これでいきます。吉野家の、器で、はいはい。じゃあ5分経ちましたね。はい、こんな感じで、はい。じゃあこれである程度、蒸したらですね、まずは水、これで、360cc 入れております。お砂糖ですね、小さじ4ですね。で次醤油ですね、大さじ3杯入れます。すごい量だよね。中火で、さらに5分間煮ます。じゃあこんな感じでね、煮えたんで、こちらのお肉ですね、600g 入れていきます。で肉を入れたら強火に、再びかけます。はい、強火にね、かけて沸騰したら中火にして、肉が煮えるように、箸で混ぜながら、煮るという形になりますね。吉野家っぽくなってるよ、これでも。さあちょっとね、あのグツグツしてきたんで、ここで、中火にします。ちょっと俺商売できるかもしれない、これね。越の屋をちょっと作って、でここでね、赤身なくなったら、こちらのをね、蓋閉めてください。であとは5分間ですね、グツグツ煮るという形になりますね。あ、ちょっと待って、みりん入れてなくね、今思ったけど、みりん入れたっけ、ちょっと記憶にございません。みりん入れとこうか。みりん入れてないような気がする。だからか、越次スタイルが始まったぞ。ちょっと待って、ちょっと砂糖入れすぎたか。問題は机の下から紅生姜を出せるかどうかだ。え、紅生姜ね、まあ生姜はね、生姜はしょうがないよ。よし、じゃあ向こうのお部屋に行きましょうか。はい、じゃあ一応ですね、こちら牛丼の方出来上がったので、早速ね、盛り付けの方していきたいと思います。箸がねえわ、箸。どんばか、七味あ、箸髪の毛染めたのかと、箸、これあメガネ。私の夢が叶うことになりました。早速ですね、いただいちゃいましょうか、こちら。じゃあ早速ですね、牛丼の方に、こちらご飯にね、乗っけていきたいと思います。これを全部だからね、これ全部乗せるからね。あ、もう完全に吉野家じゃん、これ。OK! はい、ということで、じゃあ早速ですね、吉野家の牛丼ですね、肉ダク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 丼をいただきたいと思います。いただきます。これさ、まずこんなに吉野家の牛丼をさ、こんなに慎重に食べるの初めてなんだけど、こう落ちてるのが気になる。うまい、これね、ご飯がこれどうやって食べていいかわかんないんだよ、ご飯が迷子。おつまみを食べてる感じ。あ、七味だ、そうだ。うわ、すげえ。あ、これ味ね、もう再現してる、本当に再現してる、これ。ご飯が見つかんない。ご飯。
これさすがにね無理があるよ、無理がある。これはね、大切に大切に食べないといけないから、これは無理があるから、こうすれば解決だ。よし、明日も牛丼食べます。